皆さんこんにちは、アマグリアと申します。イラストレーターを目指して日々お絵かき練習に励む社会人です。今回は黒木についてお話をしていきたいと思います。タイトルにある通り、この動画はお絵かき初心者の私がクロッキーを1ヶ月間やってみた実験動画になります。どのくらい初心者かというと、この後出てきますが、このくらい初心者です。自分で言うとちょっとへこみますが、結構下手ですよね。この動画はクロッキー練習を検討している方、実際にやってみたけどうまくなるかわからなくて躊躇しているという方に参考になったら嬉しいです。最初に1ヶ月間でどのようなクロッキーをやったのかを見て、最後に最初と比べてクロッキーという人がどの程度上手くなったのか見ていきたいと思います。まず私が実践したクロッキーのやり方を紹介したいと思いますが、1分のクロッキーを 2、3回、3分のクロッキーを 2、3回、5分から10分のクロッキーを 2、3回という感じで、毎日40分から50分ぐらいクロッキーしました。クロッキーする元の画像は YouTube のジェストロパーティーさんの動画や LINE OF ACTION というウェブサイトで公開されている画像を参考にしたりとか、かかげ先生の YouTube チャンネルで朝実施されているおはくろというクロッキーのライブ配信に参加したりしてクロッキーしていきました。クロッキーは一人でやると心が折れがちなので、ライブ配信に参加するのはとってもおすすめです。ではどんな感じでクロッキーしていたか見ていきたいと思います。はい、1日目から見ていきます。本当にこれは初めてのクロッキーっていう感じで、ただただ最初は見たものをそのまま描いてみようっていう感じで描いています。線が結構途切れ途切れになっちゃってる、感じがしますね。人以外も掲先生のおはくろで出てきたものについては結構猫とか鳥とかも描いていました。この辺りは手に特化してやってます。この辺りで、5日目ぐらいですね。ちょっと線を描くのに慣れてきたかなっていう感じはありました。割とこう描ききれないことが多かったかもしれないですね。最初と比べると線の感じがこう迷いが少なくなってきたかなっていうのはこの辺りで実感し始めました。首から頭の上がちょっと取るのが苦手で、無意識にかけてないところが多いですね。結構着衣のクロッキーとかは難易度が高いなっていう風に感じたので、まずは水着とかヌードのクロッキーから始めるのが簡単かなっていう風に感じました。この辺も手ですね。20日目くらいになってますね、この辺りで。結構クロッキーを毎日やるっていうのに慣れてきた辺りですね。日によってこうかけたりかけなかったりっていうのはあるなっていうふうに、コンディションの差的なのを感じ始めたのもこの辺かなっていうふうに思います。着衣はやっぱり難しいですね。足に特化したクロッキーとかも
すごく勉強になりました。このあたりで結構もう1ヶ月30日間に近くなってきました。結構手のクロッキーを何回もやっています。難しいですよね。このあたりで30日間が終了になってます。シャツは着衣の中でもちょっと描きやすかったかな。はい、ちょうどクロッキー帳を使い切った感じでした。結構量にすると書いたなっていう感じの量ですね。1日目のクロッキーと最終日のクロッキーを比べるとこんな感じになりました。超絶うまくなったかと言われるとそうではないのですが、線が迷わなくなったもののシルエットを取る力が確実に上がったなと思います。イラストベースだとこのような変化です。そんなに変化がわからないかなと思いますが、ラフだったり下書きを書くスピードが上がったと感じましたね。今までは書いてみてなんか形が変だなっていうのを時間をかけてやっていたのですが、クロッキーをやった後だと全身のシルエットの作成時間がかなり短くなりました。はい、こんな感じで1ヶ月クロッキーを継続して少しずつですが確実に画力アップにつながったかなという実感も持つので、これからも継続してクロッキーを行っていければなと思っています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。一緒に画力アップ目指して練習頑張ってくれるよという方は、ぜひぜひチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回にお会いしましょう。